中間コンコース下部コンコースサザーク駅は、ロンドンのサザーク特別区にある、ロンドン地下鉄ジュビリー線の駅である。1999年11月20日に、ジュビリー線延伸線の駅の一つとして開業した。そのためロンドン地下鉄で最も新しい駅となっている。トラベルカードゾーン1にある、ロンドン都心部のテムズ川南岸、ブラックフライヤーズロードとザカットの交差点の、 北西側に位置する地下駅。ナショナルレールのウォータールーイースト駅の東側にあり、地下で連絡通路を介してつながっている。ホームはウォータールーイースト駅から地上を西方向に走る鉄道線路の地下に東西に伸びている。紛らわしいことに、この駅は歴史的なサザーク地区よりもかなり西にある。サザーク駅は マコーマック・ジャミエソン・プリチャードのリチャード・マコーマックにより設計された。この駅は地上を走る鉄道のビクトリアン鉄道立橋の地下にホームが建設されるなど窮屈な場所に建てられている。このため別々の層に計2つのコンコースを建設せねばならず重要な技術上及び建築上の困難を生じた。株コンコースは2つのホームの間にあり、両端が 各ホームに繋がっている。ブコンコースは両脇がガラスと鉄のビーコンにより照らされ、内壁はわざと磨かれないままにされたステンレスのパネルで内装されたシンプルなトンネルである。中央にある階段によりトンネルの上半分に上がり、そこから横方向に狭いチューブ型のエスカレーターのシャフトが一層上の中間コンコースへと向かう。中間コンコースは 駅の中核部分である。それは、ガラス屋根を持つ高さ16メートルの空間で、ガラス屋根から地下深くの駅まで日光が届く。長さは40メートルで、特別にカットされた660個の青いガラスで、構成される壮大なガラスの壁で内装されている。これは、芸術家、アレクサンドル・ベラスケンコによりデザインされた。建設以来この壁は遠心線の名高い、 建築的な特徴の一つとなり、賛同の批評と多くの賞を獲得している。駅の建築家、リチャード・マコーマックによると、ここと仮想部コンコースの設計は、19世紀プロイセンの建築家、カルル・フリードリッヒ・シンケルの設計に着想を得ているという。中間コンコースの一方の橋は駅舎に、他方の橋はウォーター・ルーイースト駅に接続している。駅舎は、 将来的に商業開発のために駅舎の上のスペースを利用する目的から低い高さしかない。マルチ・イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアスロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセージ、データロンドン交通局2015年3月31日閲覧ありがとうございます。